はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペイ 20% 還元スタート。しかし、キャンペーンの使い方に条件ありということで、今回はメルペイがキャンペーンを発表したので、お伝えしていきたいと思います。はい、ということで、まず概要からなんですけども、初めての方限定キャンペーン、その名も、はじメルペイ 20% ポイント還元ということですね。キャンペーン期間中に初めて本人確認を完了の上、メルペイを使ってお店でお支払いをすると、翌日にお支払い額の 20% 相当がポイントとして還元されるキャンペーンということです。そして、まだメルカリのアプリを入れてない方がいましたら、下の概要欄にリンクと招待コードを記載していますので、アプリをインストールしてみてください。今だとアプリのインストールで300ポイント付与がされます。今回のポイント還元の上限というのは、キャンペーンの期間を通じて合計で2000ポイントまでと決まってます。ちなみに今回の入ったポイントは翌日にメルペイに反映されるということですね。次にキャンペーンの期間なんですけども、こちら2019年の5月の21日火曜日から2019年の6月の3日月曜日までとなってます。今回のキャンペーンの対象条件なんですけども、メルペイが初めての方ということですね。そして期間中に本人確認を必ず完了するということです。本人確認の方法というのは2つありまして、お支払い用銀行口座の登録をするか、アプリで本人確認をするかという、まあ簡単なこう自撮りをまたするかということですね。そして、対象となるお店、もしくはお支払い方法なんですけども、まずはこの ID があるお店、そしてメルペイのマークがお店であれば使えると、そして支払い方法としたら、メルペイの電子マネー ID ですね。こちらを使うかコード払いができるかというところですね。そして注意点なんですけども、本人確認が完了しない場合っていうのは、キャンペーンの適用対象から外れるので、まあ余裕を持って本人確認をしてくださいということです。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は初めての方だけのキャンペーンということなので、すでに使用されている方からしたらちょっとまあ物足りなさはあるかもしれないんですけども、まあこれでぜひね、メルペイを使ってキャッシュレスデビューするのもまあいいのではないのかなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと気になることがあればコメント、そして、ツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。